エミリオ・ジュゼッペ・ファリーナは、イタリア・トリノ出身のレーシングドライバーである。1950年に創始された F1、世界選手権の初代チャンピオンでもある。博士号を持つことから、ドクター・ファリーナの異名を取った。また、ニーノの愛称もある。トリノでカロッツエリア・スタビリメンティ・ファリーナを経営する、ジョバンニ・ファリーナの息子として生まれる。オジノ・バッティスタ・ファリーナは、ピニ・ファリーナの創始者である。 10歳の時にモータースポーツの魅力に取り憑かれ、1921年に15歳にして自らレースに参加するようになった。その後法学の博士などを経て、1930年のヒルクライムで本格的なキャリアをスタート。しかし、そのレースではクラッシュにより骨折している。出花をくじかれる形となったファリーナだが、その後は順調にキャリアを重ね、 1938年頃にはアルファロメオのエースとなっていた。1940年にリビアで行われたトリポリ GP で勝利後、第二次世界大戦の激化により一時レースが中断となるも戦後は再び第一戦で活躍。1948年にはモナコ GP も制している。1950年に始まった F1 世界選手権において、 開幕戦のイギリス GP でポールポジションを獲得し、レースでも優勝。ポール2ウィンを達成し、創設初戦における、それぞれの初代1位獲得者として、なお刻残打。この年3勝を挙げ、ファンマヌエル・ファンジオやルイジファジオ売りにセリ勝ち、初代ワールドチャンピオンとなった。1951年は、チームメイトの一人だったファンジオがシーズンを圧巻し、ファリーナは一勝に終わる。 またこの年をもって、アルファロメオが撤退したため、以降フェラーリを買ることになる。この際、アルベルトはスカーリのセカンドドライバーとしての契約となったが、この立場に甘んじることに不満を抱いていた。1953年以降は、勝利から遠ざかったこともあって、1955年半ばに F1 から引退した。F1 でフェラーリをドライブしていた頃、スポーツカーレースにも、 フェラーリから参戦。1953年ニュルブルクリンク 1000km レース、1954年ブレノスアイレス 1000km レースで勝利を収めた。F1 引退後、1956年にはインディ500に挑戦するが予選落ちに終わる。これをもって本格的なキャリアは終わりを告げるが、細々とはレース活動を続けた。 1966年6月30日、F1 フランス GP の観戦に行く途中、氷上で車が滑ったことにより、事故を起こして死亡した。59歳だった。ありがとうございます。